ちょっとすいません、こんな時間に何してはるんですか？なあ、関係ないやろかい。少しお話聞かせてもらえますか？いや、忙しいんや、わしは警察嫌いなんじゃい。こっちは似合うな。どこに行かれるんですか？いや、関係ない言うとるやろかい。あの、なんか大きいカバンを持たれていますけど、中には何が入っていますか？それは前に言わんとあかんのかい。はい。お前言わんとあかない。はい。どうしてそんなにカリカリしてるんですか？ベロベロや。いやろか、別に。白菜、白菜、洋さん入れとんね。じゃあちょっと見せてもらってもいいですか？白菜入れてるの、白菜なんかお前人傷つけるんかい、白菜予算工程。まあどうにでもなりますね。全身黒い服ですけど、何か目立つといけないことでもありますか？好きなんじゃい。黒がですか？常に全身黒い服なんですか？ああ、好きなんじゃい。悪いんかい。モードじゃい、モード。モード系じゃ。その乗ってる自転車はあなたのものですか？あ、いや、あの妹の嫁のじゃ。それは借りているんですか？おう。許可は取っていますか？妹の旦那が置いていったチャリンコの足が乗るのに許可いるんかい。じゃあその妹の旦那さんの連絡先を教えてもらってもよろしいですか？おらようになってはいい、どっか行ったい。じゃあそれは窃盗になるかもしれませんね。へぇ、わしお前妹の旦那の置いていったチャリンコ足に乗ったって捕まる聞いたことあるかい。でもその旦那さんの行方がわからないんですよね。あなたの生年月日と名前を教えてください。え、ね、生年月日と名前を教えてください。昭和2年王子8月2日。すごいおじいさん。あなたいくつですか？え、いくつですか？90。見えないですけれども、本当の年齢を教えなさい。31や。どうして嘘をついたの？すぐ言った。もうええか。おい、何やねん、お前。